こんばんは、大島たくみです。たくみクロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけども、ドンビューのオリジナルで作成をしておりますベージュのサファリジャケット、まだサンプルの状態なんですけども、そちらを今日着まして、ラコステのイエローロングスリーブで、ジェルマーノにベージュをしましたフォックスエアの生地を使ったガンクラブチェックのパンツを履いたスタイリングになっております。かなり暖かくなってきまして、もう急に東京は春に突入した、もしかしたらもう夏に行っちゃうんじゃないかっていうぐらい結構暖かくてびっくりする気温が続いてるんですけども、またちょっと春らしくなるんじゃないかなと思っておりますが、今日は結構軽装のスタイリングをしております。それでは、今回の本題に入りたいと思います。今回はですね、私が行っておりますインスタグラムで2月度ですね、一番いいねが多かったスタイリングといいねが少なかったスタイリングを紹介させていただきたいと思います。早速ご紹介をさせていただきます。一番いいねが少なかったスタイリングがこちらになります。詳細を簡単に説明させていただきますと、古着屋さんで購入をしました、ちょっとブラックウォッチライクな膝丈のコート、バルカラーコートを着まして、で中はレノマのブレザーでスウェットを着て、これシャツはもう一応ロンドンストライプのシャツを着てます。白とブルーのロンドンストライプのシャツで、リーバイスの501のパッチワークをしたジーンズを履いて、レペットのジジを履いたスタイリングになっております。これが2月度では一番いいねが少なかったです。でこれが少なかったのか、ちょっと多分そのコーディネート云々よりも別の何か理由があるのかなと、もしかしたらアップする時間が遅かったかとか早かったかとか、なんかそういう理由がありそうな気はしているぐらい、なんか割と普通のコーディネートというか、大きく外してる点もなく、特別何かこう変なことをしているわけでもないので、なぜこれが こんなにいいねが少なかったのかっていうのはもう正直わかりません。で実際こう改めてこれを見ても全然普通に洒落てるなって個人的には思っていて、割とこう大好きなスタイリングです。テイストも好きですし、なんかカジュアルものを使いつつも、ブレザーだったりレペットのジジだったり、あとはあえてこうドレス系のシャツ、ロンドンストライプのシャツを首元に入れてる感じとかも、割とこう自分らしいミックス具合で綺麗にまとめられたんじゃないかなと思っているんですが、もしかするとこのパッチワークのデニムがお嫌いな方が多いのかなっていう感じもしてるんですが、ちょっとそのあたりも正直分かりませんが、割とこの日はややカジュアル寄りなんですけども、それをジャケットだったりシャツだったり靴だったりっていうそのポイント使いで、大人っぽくバランスよくまとめていこうっていうのはこの日のおテーマというか、ミックスをしつつも上品に見えるように、ややカジュアル寄りの上品に見えるようにっていう風に組んだスタイリングです。あともう一つはそのパッチワークのデニムが私の中でかなりトレンドになっているので、そのデニムを生かすためのコーディネートっていうところも一つ考えながら組んだスタイリングになっております。でパッチワーク以前も何かでお話をしましたが、ちょっとしたこう柄物っぽい感じが個人的にはしていて、なのでこの全身こう無地のスタイリングにこのデニムを入れると意外と目立つんですよね、このパッチワークが。なんかこうそこだけ浮いてしまってるような印象をなんとなく受けるので、ジーンズ以外の場所でもう少しだけ柄を入れていきたいっていうのが、私がこのパッチワークデニムを履くときになんとなくこう意識していることです。なのでこう薄い、シャドウに見えそうなブラックウォッチライクなコートを入れたり、あとはプリントのスウェットのこう柄を少し見せたりみたいなところでちょっとだけこう調整をした、あとはロンドンストライプのシャツもそうですけども、そのあたりが今回このスタイリングを組んだ時の一番のこうポイントになっているところではあります。それ以外はそんなに強くここにこだわりましたみたいなところはないんですけども、いつもの私の緩い感じのスタイリングかなという感じがしています。いいねが少なかったのは残念ですけども、私自身も結構気に入っているスタイリングになります。逆にいいねが多かったスタイリングっていうのがこちらになります。ステージジャケットがですね、リーバイスの559ですかね、サードモデルのライニング付きのタイプ、ブランケット付きですね。で中にギットマンブラザーズのピンクのオックスフォードのシャツを着て、ドレイクスの黒のニットタイプで、ジェルマーノのムーンのガンクラブチェックのパンツを履いて、シューズがジョン・ロブのデラーノというモデルを履いたスタイリングで、ソックスがですねベージュの、オフ白のソックスを履いております。
まあ、これが2月度ではもう結構圧倒的にいいねが多かったかなという感じがしていますね。これがまあいいねが多かったのを知った時に、ああ皆さんこの感じ好きだなと思いました。なんかこうジージャンにガンクラブチェックのパンツ、まあ、もしくはまあ多くの方は多分こうグレーのウールパンツとかフランネルのパンツとかを履かれると思いますし、まあ、ガンクラブチェックのパンツでもいいですよね。でまあなんかニットタイとかをしたり、まあ、レジメンタルのネクタイをしたりで、まあ、革靴を履くみたいなのスタイリングっていうのが、まあ、皆さんお好きなんだなっていう感じがしました。で、まあ、私自身こういうテイストのこうコーディネートっていうのはおそらくもう 4,5 年前ぐらいから結構取り入れていて、まあ、その時から結構反応は良かったんですよね。でなんとなくなんですけども、この日は久しぶりにこういうジージャンにネクタイにウールパンツ革靴みたいなのを久しぶりにやってみたんですけども、あやっぱりお好きな方が多いんだなこの感じはっていう気がしたのをすごく覚えています。この時のポイントっていうのは今でも覚えてるんですけども、シャツですね。なんかまあ普通に考えるとサックスブルーだったり、あとはベージュだったり、今だとまあオフ白だったりのシャツを合わせそうなところなんですけども、ちょっとだけ考えて、まあ、ピンクにしようと。なんかまあ春ももう少し目の前に来てるし、なんとなくこう色を入れたいみたいな気分もあって、まあ、ピンクに黒を合わせたいっていうところがこの日こうコーディネートを組むときにこう意識したポイントですかね。でまあそれにこうバッチリ合うパンツっていうのがこのムーンのガンクラブチェック、これやっぱりめちゃくちゃ良かったなと思ってますね。まあこのフォックスエアもめちゃくちゃいいんですけども、このムーンの生地は本当に良かったなと思っていて、ちょっと追加しようかどうか考えている最中ではあるんですけども、まあ、本当にいいパンツを作ったなと思っています。で、まあ、まあそれを使ったスタイリングなんですけども、まあ、そのパンツっていうよりも、まあ、靴っていうよりもジージャンっていうよりも、この時のスタイリングのまあ一番のポイントはやっぱりピンクのシャツっていうところがポイントかなと思います。まあ、ピンクとかイエローとかオレンジとか、まあ、赤とかもそうですけども、いわゆるこうポイントになるポジティブカラーみたいなやっぱり取り入れていく、まあ、今回はシャツのような小さい面積ですけども、まあ、アウターに着たりパンツに着たりっていうところでこう少しずつそういうのを取り入れていくっていうのはやっぱりこうファッションを楽しむにはまあ欠かせない要素かなっていう感じがしていて、それを春がもう目の前だったっていう、こう気分的なものも表現してピンクを差し入れたというスタイリングになっておりますので、まあ、それ以外は特別こう難しいこともなく、あの変なことをやってるわけではないんですけども、あのそういったスタイリングが2月度はいいねがとても多かったコーディネートになりました。2月度はこういった感じになりました。また3月度集計しましてこちらで紹介させていただきますので、楽しみにしていただければと思います。それでは、今回のタクミクロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。